はい、それでは今から1分程度で自己 PR をお願いします。はい、私の長所は長期的に物事を捉えることができるということです。これは多くの人ができないことだと思います。口に出して目先のことだけ考えることは誰にでもできると思うんですけれども、実際に行動に移すことは難しい能力だと思っています。具体的にどのように研究にこの長所を生かしていくかといいますと、まあ、研究そのものというのは何年も何十年もかけて失敗を繰り返して最後に1回だけ成功するものだと思っています。そういった点で私は長期的に物事を見て取り組むことができるので、研究者としてまあこれ以上ない資質を持っていると思います。そして私のやりたい研究ではチームの研究が最も主流になってくると思います。そういった点でチームの仲間と共に切磋琢磨し合い、幅広い視野を持って自分のやりたい研究をし、社会貢献をしていきたいと考えています。以上です。はい、ありがとうございます。